Hello everyone, how's it going? My name is Atsu and I've been running an English YouTube called Atsu Eigo for about, say, maybe 7 years now. And I was born and raised in Japan and I started learning English when I was 17. And so it's been about 10 years now, maybe more than 10 years. And I went to a graduate school in Australia and started working as an accountant in Australia, in the city of Melbourne. And then I came back to Japan now, having this beautiful collaboration with Haji-san. って感じですね。かっけーなー、おい。まあ今英語ね、すごい流暢に喋っていただいたんですけど、はい、帰国子女とかではなくって、ずっと日本で教育を受けた状態で海外に行かれて、で、しかも英語を使って仕事をされて。そうですね、5年ぐらいかな。すごいことなんですよね。多分あんま伝わってないんですけど、すごいことなんですよ。全然全然。ひとまず、はい、35年で出会った人の中にはいなかったんです、一人も。え、います？だって、まあ、珍しいですよね、そういうことしたい人も、ね、ないかもしれない。そっちたまたま天人なんかもしれないです。でもなんかこうやっぱり英語の勉強に、まあ、悩んでる方が多い、うんうん、ちょっとこう英語の勉強に関してアドバイスをいただけたらなと思ってますので、もちろんです、よろしくお願いします、はい、お願いします。どうする、この質問来たら。あ、難しいね。英語ができるってそもそも何なんだろうみたいな話から考えるといいと思うんですけど、もし、まあ、英語ができるっていうのは、まあ、英語をいわゆる、まあ、そのテストの点数を取れるだけじゃなく、うんうん、実際にまあ話せるっていうところまでを考えて、じゃあ英語ができるっていう考えると、うんうん、基本的に英語って勉強することって3つしかないんですよ、ほう、知識に関しては、はい、で1個は英単語で、うん、でもう1個は英文法 で、うん、で3つ目は発音なんですけど、うん、だから中学だったら中学英文法っていう多分、まあ、カテゴリーがあると思うんですけど、うん、そこに書いてることを全て自分が理解して覚えていて、うん、人にどこを説明してって言われても、うん、もう配置さん並みのクオリティで授業ができる、うんうん、英文法っていうのは暗記じゃなくて理解の分野なんで、うん、だから英文法は人に説明できるようにしっかりと英文法を勉強する。さっき言った英単語っていうのは、うん、その英単語は分かんないと言いたいことが言い表せないんだけど、うん、文法分かってたら、うん、英単語さえ知ってれば、うん、もう英文を作れちゃう。だから、コーヒーを買いに行きたいっていう時は、うんうん、まあ、買いに行くっていう単語で grab っていう単語があるんだけど、例えば何々したいっていうのは want to とかじゃん、だけど文法とかは分かんなかったら grab want to a coffee とか言っちゃうかもしれないじゃないですか、うんうんうん、でも文法を知ってるから、うん、I want to grab a coffee っていうふうに言えるようになるわけ、うんうんうん、だからそのまず単語を知ってなくちゃいけない、うん、だけど単語だけじゃ適当に並べちゃうことになるから、うん、で英文法っていうルールについて知ってあげる、うんうん、でこの2つを知っていれば文章絶対作れるようになる、うんうん、だからその文章を正しく作れれば丸もらえるっていうだけだったら、うん、この2つでいいんですよね、うん、だけどさっき言ったように英語はできるって何なのって考えた時に、うん、英語を話せるっていうことだよねっていうふうに、ん、そういう観点でいくと3つ目の発音っていうのが必要になっていて、例えば、うん、I want to grab a coffee っていう英文だったら、うん、I want to grab a coffee だったらちょっとやっぱきついのね、うん、もしかしたら日本長い人とかは汲み取ってくれるかもしれないけど、うん、ネイティブの人とか外国の人と話すってなった時にちょっと何言ってんだろうっていう風になっちゃう。でそこで一つ一つの発音をまず正しく理解してれば、うん、I want to grab a coffee っていう風に綺麗になるから、もうこれで分かってくれるし、はいはいはい、英語ってもうどうすればいいんだろう分かんないってなるかもしれないけど、うん、まあ、とりあえず単語全部覚えて、うん、で文法もしっかり理解して説明できるようになって、うん、でそれに沿って文章を作ってあげれば、うん、基本的には英語はできる、うんうん、もちろん話すってなったらコーヒーを買いたいっていうだけでも、うん、結構考えちゃう、考える、組み合わせは欲してるのワントゥーだなとね、そうで、あーつけるのかなこの時とか、そうね、つけなくてもいいかなとか、ね、うん、思う、ね、思うでしょ、だからいろいろだったら考えちゃう、うん、書くことはねできるかもしれないけど時間を使って、うん、だけど実際話すってなったらもう瞬発的にやらないといけないから、うん、その瞬発的にやるためには練習しなくちゃいけない、最初はまあ書いてもいいんだけど、うん、書いたのを頑張って口に出してあげる、そしたらそうなんだ、ね、そう無意識になってくる。そうなんかこう英語を話せる方に聞くとさ、うん、こう自分らとかはパズルみたいに組み合わせちゃう、そうだから瞬発みたいに出てこないんだけど、うん、もう喋れる人はそんなことはしてないと、そうだって日本語組み立てないでしょって言われるわけよ。そうよく
勘違いされるのは、うん、それはネイティブだからできることとか、小さい時からそれに触れてたからできることで、うん、私たちみたいな第二言語として学ぶ人は、うん、一からそういうね、意識的にやんないと無理なんだから、うん、そういうもんなんだ、そうやって話すみたいな、そうやって言う人がいるんだけど、うんうん、まあ、実際には、まあ、それも一理あるんだけど、うん、最終的には無意識な状態にすることができるんですよね、うん、でも意識的な努力を積み重ねて無意識化してあげる。だから最初はパズルとしてやってたけど、うん、なんかそれをもう考えなくてもパズルが解けるようになる状態まで練習してあげる、うん、それが一番楽な。まあ、でもそれは意識的に練習をすれば誰でもたどり着ける、ちゃんと絶対たどり着ける。あ、そうそう、絶対たどり着ける。普段の生活の中でどんどん習ったことを落とし込んでやってあげる。あ、使ってる感じか。そうそうそう、その使うがないと使えるように絶対なんです、ね、ならないよね、うん、でずっとパズルになっちゃう。よく並び替え問題とかあるでしょ、はいはい、あれとかも解き方として無意識化してる人は、うん、これで文章を作るって言ったらどんな感じになるだろうって、自分だったら何言うだろうみたいな感じで入る。違うんだ、アプローチが。で、文章ができちゃうんだよね。だから中学校とか高校やってるけど、それ受験だからそこまでやんなくていいじゃんって思うかもしれないんだけど、その領域にしてからの英語というその教科の楽さはもう半端じゃないと思う。もしどちらかを選ぶっていうことであれば、英文法ですね。あ、文法なんだ。同時並行でももちろんいいと思うんですけど、はい、なぜかっていうと、その文法と英単語の学習量の違いがあって、あ、文法ってルールなん で、ルールって絶対終わりがあるじゃないですか、うん、その無限にルールあったらおかしいじゃないですか、そうだね、はい、だけど英単語って正直終わりがないんですよ、うん、英単語ってなんか単語一つ一つだったらそうだけど、その単語二つこう組み合わせたらもう意味が変わっちゃうとかね、このコンビネーションすごいからもう無限にある、うん、だから一番いい考え方としては、まず文法ってそのルールを知ることで枠組みを作って、あとは単語を詰め込めば、その文法に従ってあと並べれば、自然じゃないかもしれないけど文法的には 100% 正しい文章を作れるようになるんですよ。もしもうリーディングとライティングだったら、もう文法と単語だけで、もう文法を終わらせてる人は単語の勉強だけになってるんですよ、ほとんど。やっべ、今までごめんね、俺どっちかと単語って言ったわ、きっと動画で。いや、でも言われたらそうだね。多分1日2時間勉強して2週間とかできちゃうんじゃない、中学の文法なんて。できるできる。そうそうそう、だから2週間頑張って、もうあと単語しか勉強しなくていい状態になったらめっちゃ最強だと思う、うん、確かに。だって俺もう文法分かってるし、単語だけやればもう英語解けないはずがないんですよ、中学英文法という中でしか出されないんだったらね。難しいのはめっちゃ難しいですよ。その難しいっていうのはどういう難しいなの、うん、まあ、知らない単語とか、単語は知ってるけどその意味があるのは知らなかった。あ、なるほど、とか、そういうのが出されると結構難しかったりとか、一番多いのは語彙かな。あれを構成してるのってもう文法と語彙なんで、分かんない理由って文法分かんないか語彙が分かんないか2択しかないですよ、基本的に。で、文法は絶対100分かってるから、ってことはもう語彙なんですよね。で、語彙はそう、やっぱり、あ、そのニュアンスで使ってんだそれ、とか、そういう風になると、ちょっと難しくなるかな。さっきすごいなんか聞きたかったことは実はフレーズがあって、結局文法と英単語しかそこにはないじゃん。ない。だからさっき言ったその文法を例えば完璧にして単語をどんどん高めていけば、長文は絶対読めるもん、ね、絶対読める。それを言ってほしかった。長文なんて短い文がたくさんあるだけでしょ、だからあれ全部短文なんですよ。短文なんだけど、 いいこと言う。そうだね、それがたくさん集まってるから長文っていう名前になってるわけで、はいはいはい、全部1個のピリオドでいくわけじゃないからね。たまにね、ちょっとえげつないのよ。それはないでしょ、みたいな。俺、いつ終わる。あるけど。何回カンマで繋ぐんだよ、みたいな。そう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 。ないっすね。斜め読みとか。ありますよね。すくい読みとか、いろんな。あれ、いっぱいある。なんだ、その技みたいな。そんなのないから。だって、あんなの、じゃあスキムリーディングって言って、はい、ザーって、まあ、読んだとしても、うん、しっかりこう運んでるんじゃなくて、ザザザザってこう運んでるから、もうボロボロボロって落ちた状態で、まあ、ゴール地点まで行く。この限られた情報の中で解かないといけないから、もしキーな部分が自分で落としてたら、もう解けなくなっちゃうし、だから自分は速読っていう観点で話すときは、全部やっぱりちゃんと早く読めるようにしましょうって言ってるんですよね。もしちゃんと内容を理解して解かないといけない説問が用意されてるんだったら、内容を理解するためはやっぱ全部読まないといけない。そう、
時間のプレッシャーをかけて読むっていう、うん、そうだから帰り読みをする人はやっぱ厳しいですよね。ああ、つか後ろからとかね、時勢から読んでとかっていう、そうそうそう、やっぱり日本語と英語って大体順序逆なんで、そうだね、左から右に解釈しないと、うん、英語っていうのは英語は英語のままで読まないとそれは時間足りなくなる。まず発音は発音記号を覚えるところから始めた方がいいって言ってて、はい、あと音声を聞かなくても発音記号が正しく読めれば正しい発音って分かるはずなんですよ。聞くのも大事だけど、うん、聞けない状況でも音をしっかりと把握できるっていう意味で発音記号を知っておくって自分はすごい大事だと思ってて、うん、はい、だから全部の発音記号をまずは覚えちゃう、うん、で覚えるときに何をすべきかっていうと、はい、ネイティブの人が発音記号のレッスンとかやってるのすっごい簡単な英語とかで、はいはい、YouTube とかで無料で見れるんですけど、はい、そういう動画で一つ一つチャートに従って覚えていく、はい、で数がねそんなにないんですよ、うん、あんなの正直2日3日で全部覚えられちゃうから、うん、でそこで例えば A って音とか Take とか、うん、そういう風にねその場で練習してくれるから、うん、まず発音記号を全部完璧にしてあげるっていうのが大事で、そこからは音ってつながったりするんですよ。じゃあなんで今そういう音になったのかっていうルールを知らないといけない。でそのルールは、まあ、杖語載せてるんで、あ、なるほど、そう、まあ、ブログとか杖語 .com っていうところにも載せてるし、はい、まあ、音の変化とか脱落とかやったら調べたらいっぱい出てくるから、あれだよね、練習するとリスニングも練習になる、もちろんってことだよね。そういうこと、自分がネイティブのように言える発音っていうのは、うん、もちろんネイティブの音を聞いた時にも聞き取れる、うん、まあ、Can I take it away でも合ってるんだけど発音一個一個の単語は、うん、でも Can I take it away って言われた時にえってやっぱなるんですよ、うん、だから発音を伸ばすってことはリスニングの向上にめちゃくちゃダイレクトにつながる。よくその海外の映画を見るとかあれはどう？あれは、うん、なんかそれだけじゃやっぱり意味がないと思う。リスニングができるようになる要素として、うん、一つ一つの単語の音をちゃんと知っているっていうことと、うん、音のそういうつながるルールを知ってるっていう、うん、その2つがあって、うん、初めてリスニングのファウンデーションができるんですよね、うん、そこの知識の部分をちゃんと固めてから勉強した方がいい、うん、であとは知識ばっかり知ってても実際に聞いたらやっぱ聞き取れないってことってあると思うんですよ、うん、でその時になんで聞き取れるための知識全部持ってるはずなのに聞き取れてないんだろうとか、うん、はい、その分析をしてで聞き取れないことを聞き取れるっていう風にしていく、それを積み重ねていく必要があって、だからそれをやる時によくお勧めしてるのはシャドーウィングっていうので、聞いた音をそのまんま口コピするんですよ。で聞き取れてたら口コピできるはずなので、聞き取れなかったら何て言ってるか分かんないから口コピできない。でそしたらそこで一回音声を止めてあげて、はい、まあ、何回も聞いてダメだったらスクリプトを見てあげる。で見てあげた時に知らない単語が入ってたから聞き取れなかったんだって、それは原因一つ目で、二つ目はそこ音変わってたから聞き取れなかったんだっていう、それが二つ目なんです。まさにキャナイもそうだよね。そうそうそう、知らなければキャンアイにはならないから、そうだからもう二つしかないの、リスニング聞き取れない原因って。そっか、2つなんだ項目。そう、自分が英語を短期で飛躍的に伸ばすことができた、うん、その原因というか、まあ理由っていうのは、うん、原因は2つしかないとか、うん、これだったら原因は3つしかないはずとか、うん、なんかその辺をこう結構固めたっていうのが結構鍵だったなと思って、うんうん、分析と改善がすごいしやすくなる、うんうんうん、そうだね、原因が分かってるからもちろん対処もできるし、対処ができるから次の成長にもなる。そうだから確実に成長があるわけよ、うんうん、その分かんない理由が分かるってことはそれを分かるようにする方法も分かるから、うん、ってことはそれは絶対成長につながるんだけど、うんうん、その分かんない理由が分かんないと、うん、まあなんかずっとリスニングしてなかったからかなとか、うんうん、ずっと長文読んでなかったから調子悪かったからとか、なんかそのふわふわって言って終わっちゃって、うん、で結局それって一切成長につながってない。次もふわふわだからね。そう、ただその自分が納得できるような言い訳を探したりすぎない、ね、うん、そうだからそういう学習から脱却するっていうのはすごい大事だなと。いや、すげえわ、めっちゃいい話聞いた。ありがとうございます。お父さんもいや、これはね、本当に役に立つと思う。本当ですか？俺が一番役に立ってる自信があるけど。じゃあ、次は英語で対談しましょう。3年後ぐらいかな。3年後、早い早い。いや、本当ありがとうございます。貴重な話をいただいて。あの概要欄の方に朝のねチャンネルとか、あとそのブログとかもされてるんですよね。そうですね。でもちょっと貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあまた3年後に。3年後にまたお話しましょう。頑張るわ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。